今回 の, あのミュージックビデオもちょっとね今までと違う感じに、はい、なってますけど、なんかクラブ的な雰囲気といいますか、うん、かなちゃん、レインボーズの PV を撮っていて思い出に残ってることありますかっていうメッセージ来てるんですけど、じゃあここでそのミュージックビデオを撮ってる裏側に密着したビデオも見つつお話も伺っていこうと思いますが、はい、見てみましょうか。今回 PV 撮影で密着したビデオを見ながらお話を伺おうと思います。分かんない感じ、もう帰ってみましょうか。じゃあ帰ってみます。意外と早い。いや、しゃがんだらいいのに。あれ結構動いてるのって早いんですか。めちゃめちゃ早いです。見てるよりも嫌な感じですよね。これ撮影する前に走ってみて、ちょっとこれ、お、速いぞっていう。そう、ね、難しいでしょ、こうやって動きつつ引きつつ、ね、しかも曲のテンポに合わせて途中から やろうみたいな話になって、うんうんうん、合わせると普通に走ってるぐらいのペースを済ましてこう歩って引きながらやんなきゃいけなくて、表情は逆にね、そうクールな感じにしないと、無機質な感じ。吐きそうになってる。取ってみたいな普通あるじゃないですか。完全にふざけてますよね、これなんか。完全にふざけてますよね、これ。尻尾がシャーってなってるし。完全に人ごとですよね、これね。じゃあテスト中ですね、テスト中です。なんか、とても今までにない PV が撮れそうです。そうか、じゃあこの合わせて歩くみたいなの最初なかったんですね。いや、で現場に入ってそういう風にやろうぜみたいな感じになって、頑張ってきます。テンポ合わせてここなんかハードルがどんどん上がっていく感じのやりつつ、目が回るみたいな。サガちゃんです。3時間ぐらいはやっちゃうんじゃないですか。サガちゃん。ナオちゃんです。ね、ナオちゃんね。ね。ちょっとサービスショット。ちょっと。また今も完全にふざけてますよね、今なんか。意外と余裕な感じです。うん。何を遊んでる。ちょっと特殊な撮り方をしていて、あのスローに、あの2倍スローにしているのを、あ、超ふざけてる。あ、そんなことやってたんですか。はい、スローで撮って、なんでマトリックスそうそう、で、これで戻すとあのハイスピードで動いているっていう。なるほど、はい、それもちょっと、あ、これ本ちゃんですね。そう、これ真面目にやってます、これでも。動き難しくなかったですか。こういう疲れますよね。うん、裏側ですね。ねえ、知らない人も多いんじゃないですか。言われて気づいた。こう再生するところなんで。毎日で PV です。はいはいはい。いいね。熱いね。結構いろんな細かいこともやってるんですよ、今回のね。そうですね、実験的にやってみました。そうです、ちょっとあのロボットっぽい動きになってますよ、ね、そう。あ、これってそういうことだった、はい、ゆっくりやって、うん、あれあの何を何をやってるハハ意外と待ち時間があるの多いじゃん。あのでもなかなか見えません。10年の今回の「はいどうぞ何かやってください」ってわけじゃなくて、突然いるんで、あ、なるほどなるほど、みんなこう逆にカメラ見ちゃう。そうかそうか、待ってる時間とかも結構あったりするんですね。例えば翔さんがやってる時に他のメンバーはちょっと待ちですみたいなのがあったりとか。間違いないですよ、サングラスは飛んでるとそういう通りですね。こんなことやってるとは知らなかった。なんかいる。きたー。あ、妹がかけてるバージョンもあったらおしゃれだねって感じで、これからそんなカットを撮ります。
こういうサングラスもね、前が全く見えないです。あ、これそうなんですか。はい、だいぶ不安な気持ちで歌ってます。激しく見るとぶつかんねえかなみたいな感じです。ダンスフロアに使われてます。すごいマトリックを。おお。